もし願いが叶うとしたら、諸君はどれほどの覚悟を持てるかな。遡ることおよそ810年前の1212年5月、フランスのサンドニ、貧困層が多くスラム化したこの都市のとある広場を少年少女が行列になり出発したんだ。太鼓と旗を持ち意気揚々と歩く少年少女は皆十字架を掲げている。十字架をシンボルとするのはそう、キリスト教。少年十字軍と呼ばれた彼らの目的は、聖地エルサレムをイスラム教から奪還することだった。僕たちの手で世界を変えるんだ。目を輝かせて行進する少年少女の人数は次第に増えていき、10万人に上った。しかしこの旅は彼らが思い描いていた通りにはならなかったんだ。なぜなら10万人の少年少女がたどり着いたその先は地獄の底だったから。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。ミッドナイトムーン。マドモアゼル、月テラス今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ、言うの。闇人形の闇りですわ。地獄へ行きたいなら簡単に行ける方法を教えて差し上げますわよ。それはブラック企業に入社すればいいんですわ。進んで地獄に行きたい人なんていないだろうね。さて、今夜お話しするのは中世ヨーロッパに実在した少年少女の軍隊、少年十字軍について。聖地エルサレムを奪還するために続けた長い旅は彼らにとって非常に過酷なものだったんだぞ、言うの。神のお告げ。遡ることおよそ810年前の1212年4月、フランス北部のクロイエッシュル・ル・ロワールという小さな村で不思議なことが起こったんだ。雲一つない青空が広がる清々しい朝、貧しい羊飼いの家に生まれた12歳の少年ステファンがいつものように羊たちの世話をしていた時のこと。巡礼している僧侶がステファンに近づき、彼の目をじっと見つめてこう告げたんだ。私はイエス・キリストだ。これから子供たちを集めて軍隊を作り、イスラム教に支配されている聖地エルサレムを奪還せよ。自分のことをキリストとか言っちゃうおっさん、怪しいですわ。お菓子あげるからこっちにおいで、くらい怪しいですわ。ステファン少年、まさか本気にしませんわよね。現代の人ならうさんくさいおっさんだくらいに思って相手しないだろうけどね。だが当時のヨーロッパにおけるキリスト教は深刻な事態に陥っていたんだ。それは本当にイエス・キリストが現れてもおかしくないほどの状況だったんだぞ。この事態はキリスト教を信じヨーロッパ諸国とイスラム教の国との間で激しい争いが繰り返されていた。争いの理由はお互いの聖地であるエルサレムの奪い合いだ。キリスト教にとってエルサレムは創始者イエス・キリストが貼り付けの刑に処され、後に復活したとされる聖なる場所だ。一方イスラム教にとっては預言者ムハンマドが聖なる岩から天に旅立ち、神からメッセージを受け取った場所だと言われている。しかし9世紀以降のエルサレムはイスラム教の国の支配下にあった。この状況にキリスト教側が納得するわけがなく、1096年聖地エルサレムを奪還するための軍隊十字軍を結成。そこから十字軍は1270年までの約200年の間に7回もの遠征を行い、多くの血が流されることになったんだ。200年も喧嘩してんじゃないですわよ。ところで今のエルサレムはどうなっていますの？現在のエルサレムはキリスト教とイスラム教、そしてユダヤ教が共存する国際的な宗教都市という立ち位置になっている。しかし争いが行われていた時代は、劣勢だったキリスト教徒の心中は穏やかでなく、不満が渦巻いていたんだ。十字軍が結成されるために今度こそ聖地を奪還できると期待。十字軍が敗北したと聞けばまたダメだったのかと失望するキリスト教徒の市民たち。1204年、第4回十字軍の遠征が失敗に終わると、ついにキリスト教徒の不満は爆発した。これまで胸に留めていた期待と失望は怒りに変わり、一刻も早く聖地を解放しなくてはという焦りが生まれていったんだ。少年ステファンがイエス・キリストからお告げを授かったのはそんな時代のことだったんだ。なるほどですわね。それならあのおっさんは本物のイエス・キリストかもしれませんわ。そう、そんな時代もあって責任感が強く心身深いステファンはあのおっさんを信じたんだ。そしてイエス・キリストのお告げを守るためにこんな行動に出たんだぞ。少年ステファンは周囲にイエス・キリストからのお告げを話して回ったんだ。地元だけではとどまらず、人が集まる場所を選び、さまざまな土地で演説を行った。回数を重ねるごとに流暢になり、説得力が増すステファンの演説、次第に多くの少年少女が彼の演説に耳を傾けるようになっていった。そして演説を始めて1ヶ月後には、パリ北部郊外にあるサンドリの広場に立つステファンの周りにはおよそ3万人の少年少女が集まっていた。こうして自然発生的に作られたのが少年十字軍。
僕たちの手で聖地を取り戻すんだ。6歳から15歳の子供が集まった希望に満ち溢れた軍隊の誕生だった。1212年5月末、晴れの日、太鼓と旗、そして十字架を握りしめた少年十字軍は三度りの広場を出発した。聖地エルサレムまでの道のりは長く、およそ 800km の陸地を歩いた後、 3800km の海を越えるというもの。それでも3万人の少年少女は引き止める親の手を振り払い歩き始めたんだ。夢を叶えるために仲間と旅をするなんてロマンあふれますわ。仲間には狙撃士と剣豪と航海士も入れましょう。この話少年ジャンプに掲載したらきっと世界的な大人気漫画になりますわよ。すでにそういう大人気漫画はあるからパクリだと思われるだろうね。ステファン率いる少年十字軍がフランスサンドニを出発したのと同じ頃、ドイツのケルンで羊飼いをしていた10歳の少年ニコラウスの身にも不思議な出来事が起こっていた。ニコラウスの元に天使が現れ神のお告げを伝えたという。そのお告げとはイスラム教徒から聖地を奪還せよというもの。こうしてドイツでもニコラウスを中心としたおよそ5万人の少年十字軍が結成されたんだ。1212年6月、ニコラウス率いる少年十字軍はエルサレムに向かって出発した。 1000km の陸地を歩き、 3500km の海を渡る長い旅が始まったんだ。少年十字軍が2組か。手足がゴムのように伸びる主人公が2人になってもいいかしら。ヤミリ君、絶対あの漫画知ってるでしょう。こうして2つの少年十字軍はどちらからも4000キロ以上離れた聖地エルサレムへ向かったんだ。4000キロ以上って遠いですわね。日本の最北端から最南端がおよそ3000キロメートルと考えると簡単に旅をしようとは思わない距離だよね。それほど少年少女は希望に満ち溢れていたということだ。しかし彼らはこの後現実という名の地獄を見るんだぞ。言うの険しく厳しい道のり。同時期にフランスとドイツで発生した2つの少年十字軍、旅を続けるうちにメンバーは増えていき、2つの少年十字軍を合わせるとその人数は約10万人にもなったという。賛美歌を合唱しながら太鼓を叩き、十字架を掲げて歩く少年少女の行列、噂は瞬く間に広がり、応援の声をかけたり食べ物やお金を寄付してくれる人もいたんだ。しかし味方ばかりではなかった。少年十字軍をバカにして嘲笑したり無謀だと非難し、旅をやめさせようとする大人も多くいたという。キラキラお目目の子供が10万人も集まったら怖いものなんてありませんわ。大人の声なんて聞こえないでしょうね。多くの大人たちは少年十字軍の身を案じていたんじゃないだろうか。なぜかというと多くの少年少女はこんな姿だったから。少年十字軍には貧困家庭の子供が多く参加していた。子供たちのほとんどは旅に適した格好をしておらず、季節に合わない薄い服装をしており、裸足で歩く子供も多く見られたそうだ。しかも彼らは武器や鎧はもちろんのこと、お金や食料など旅に必要な荷物は何も持っていなかった。そのため旅の途中で怪我や病気に見舞われても治療ができず、飢えで倒れた子供も続出していた。命を落とした者は数知れず、遺体はそのまま放っておくしかなかったという。さらには少年十字軍の噂を聞きつけ、野宿している少女を狙って暴行する者まで現れた。まだ幼い少年少女にとっては過酷な現実を目の当たりにしたことだろう。絶望し旅をやめた者も続出したんだ。しかしどんな状況になろうとも少年ステファンは希望を捨てなかった。何があっても絶対にエルサレムに行くんだ。こうしてフランスのサンドニを出発してからおよそ2ヶ月後の1212年7月、ステファン率いる少年十字軍はフランス最大の湾岸都市マルセイユに到着し、目の前に広がる地中海を眺めていた。800km もあったのによく歩き切りましたわね。それがどれくらいかというと、東京から広島くらいの距離になるよ。しかも舗装されているとは限らない険しい道を歩いてきたんだから、並大抵のことではないよね。でも港に着いたんだから、あとは船に乗ればいいだけですわ。おもかじいっぱい。それ気分が上がってるところ悪いんだけど、少年十字軍にとって海を渡るのはそう簡単なことではなかったんだぞ。言うの大きすぎる海。マルセイユの港から地中海を眺める少年少女たち、この海を渡ればすぐにエルサレムだ。しかしお金を持たない子供たちがこの広い地中海をどうやって渡ろうというのだろうか。少年ステファンにはある考えがあった。ステファンは余裕な素振りで皆の前に立ち、海に向かって両腕を広げたんだ。そして大きな声でこう叫んだ。海よ、割れろ。
これは旧約聖書の中のエピソードの一つ。指導者モーセがエジプトから大勢の奴隷を逃亡させる時に起こった奇跡、モーセの海割りの真似だった。少年十字軍は皆海が割れ道ができると信じていたんだ。ステファンはもう一度叫んだ。海を割れろ。それから数時間後、ステファンが何度叫ぼうとも海が割れることはなかったんだ。そうでしょうね。そんな冷めた顔をしないでくれるかい。彼らは真剣だったんだからさ。少年十字軍の子供たちは自ら海に入り、来る日も来る日も祈り続けた。お願いします、海を渡らせてください。子供たちの祈りも虚しく、静かに漂う大きな海、海を目の前に自分たちの無力さに失望し、旅をやめて去っていく者が続出したんだ。少年ステファンは焦りが募った。どうにかしなければ。神様、どうか僕に力を貸してください。そんな時だった。ステファンの前に見知らぬ男が現れ、声をかけてきたんだ。エルサレムまで無料で船を貸そうか。男は港で働いている商人で、少年十字軍のために船を7艘用意してくれると言うんだ。7艘あれば今いる5000人の仲間が船に乗れる。しかもその商人は船の中で皆に行き渡るほどの食料も提供してくれるという。ステファンが皆に伝えると、少年少女らは手を取り合って喜んだ。神への祈りが通じたんだ。ステファンは船を提供してくれた商人に何度も何度も頭を下げてお礼を伝えた。現実的な解決方法が見つかってよかったですわ。あとは船の中でくっちゃにしてればエルサレムですわね。そう言いたいところだが、少年十字軍を待っていたのはさらなる地獄だったんだ。7艘の船に乗り込んだ5000人の少年十字軍、なんと航海途中に大きな嵐に遭い、2艘の船が海に沈んでしまったんだ。その船に乗っていた者たちの行方は不明だ。嵐から数日後、無事だった5艘の船が陸地に到着した。ついに聖地エルサレムの目の前まで来たぞ。ステファン率いる少年十字軍は誇らしげに船から降り立ち、辺りの景色を見回した。すると、その途端、大勢の大人に取り囲まれ、少年少女は一人残らず拘束されたんだ。なんと船が到着したのはエルサレムからはほど遠いエジプトの湾岸都市アレクサンドリアだった。拘束された数千人の少年少女は離れ離れになり、二度と会うこともなかった。なんと彼らは皆イスラム教徒の奴隷商人に売り飛ばされてしまったんだ。船を恵んでくれた商人が騙していたんですの？そうなんだ。敵対していたイスラム教徒の奴隷にされてしまうなんて、さぞかし悔しかっただろうね。ドイツを出発したニコラウスも同じような運命をたどっている。旅を始めてからおよそ2ヶ月後の8月末、4000人の少年十字軍がイタリアの港ジェノバに到着するも、船がないため身動きが取れなくなったんだ。もちろん海は割れなかった。多くの者が故郷へ戻ったというが、ニコラウス含めほとんどの少年少女が行方不明になっている。イタリアで奴隷となったニコラウスを目撃したという噂もある。結局10万人の少年少女が不幸になったんだ。ところで諸君は少年十字軍にこんな事実があることをご存知だろうか。少年十字軍のメンバーは少年少女だけではなく、実は大人も多く存在していたんだ。その大人とはほとんどが羊飼いや使用人などの下層階級や貧困層、それに売春婦たち。少年十字軍とは貧困からの脱出や少年期の冒険心など、様々な動機が聖地奪還という目的に結びつき生み出された悲劇だったのだろう。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。